20勝するかもしれない大谷翔平の来季を得、軍資機関が展望。FA 流出も危惧。何としても引き止めをご視聴ありがとうございます。早速、今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます。エンゼルスの大谷翔平は、レギュラーシーズン最終戦となった現地10月5日、日本時間6日のアスレチックス戦で規定投球回数162をクリアし、 史上初となる投打での規定数到達を果たした。勝利数は自己最多となる15勝。打撃でも終盤には18試合連続アンダーを記録するなど、昨年以上のインパクトを放ったシーズンだった2年連続での MVP 選出も有力視されるなど、まさに歴史的な活躍を繰り広げた大谷には、最も近くでそのプレーを感じていた指揮官からも、 この上ない賛辞が送られている。米スポーツサイト、ヤドバーカーでは、エンゼルスのフィル・ネビン監督代行のコメントを伝えており、背番号17のハイパフォーマンスを振り返り、さらには来シーズンへの期待も語っている。今季よりコーチとしてエンゼルスの一員となった。ネビン氏は、ジョー・マドン前監督の解任に伴い、6月より監督代行としてチームを率いた。 中心的プレイヤーとしてエンゼルスを牽引した大谷を彼は今まで見た中で最高の野球選手だと絶賛。さらに彼は現代のベイブ・ルースだ。しかし、ルースの時代よりもはるかに優れた才能と日常的に対戦していると述べている。その上で彼は来年フリーエージェントになる。キャリアの中で最高の年を過ごすことになるだろうと予測しており、 続けて、私は彼が何をやっても驚くことはない。来年は、40本類だ、40投類、さらに投手として20勝するかもしれない。彼には限界というものがないのだからと、これまで以上の成績へ期待を込めた、また、 ネビン氏は FA となる大谷の流出も危惧しており、エンゼルスは彼を引き止めるためにできることは何でもする必要があるとも語っている。今期はシーズン途中より監督代行として指揮を取ったネビン氏は、すでに来期から正式に監督に昇格することが発表されている。二刀流のさらなる進化を予想する指揮官のもと、大谷がどれだけファンの想像を超えるプレーを見せてくれるのか、期待が膨らむばかりだ。ブン 構成、ここからネクスト編集部、史上初の東打規定 W クリアを達成した大谷翔平のピッチングを日本一の投手コーチ佐藤義則氏が徹底分析。フォームに力みがなかったエンゼルスの大谷翔平は現地10月5日、日本時間6日、敵地でのアスレチックス戦で5回を投げ、1安打6奪三振1失点で降板した。チームは2、 3で敗れて今季16勝目はならなかったが MLB 史上初となる投打 W 規定クリアという偉業を成し遂げたこの大谷のピッチングはエキスパートの目にどう映ったのか田中正宏やダルビッシュ優を育て日本一の投手コーチと称された佐藤義則氏にこの日の大谷の投球内容とシーズンを通した総括をしてもらった8イニングを投げた前の試合と同じように フォームに力みがなかったのが印象的で、コントロールよく投げられていたと思う。以前の試合では多くのイニングを投げないという意識があったのか、一球一球に力みが感じられたが、今回は最終戦で1イニング投げれば来て到達ということもあり、リラックスして投げていたように見えた、1点は取られたけれども、5回を1安打6奪三振に抑えている。普段もあれくらいリラックスして投げられたら、 力んで引っ掛けるようなボールがなくなり、もっとコントロールが安定するだろう。この試合で規定投球回数に達し、すでに到達していた規定打席と合わせて、メジャー史上初の W 規定到達を成し遂げた。これはもうすごいというより他ない。投打の両方で出場し、なおかつ162回を投げるというのは、相当にハードルが高い仕事だ。メジャーの場合は100球くらいで交代させられるので、 162イニングを投げるには、それなりの試合数が必要になる。中6日のローテーションで回っても、5回以内でノックアウトされたり、思ったよりも球数を投げてしまうと、シーズン終盤にしわ寄せが来る。そういった困難な作業をしっかりクリアできたのは、本当に素晴らしい。やはり体の強さもあるだろう。史上初の、 W 規定到達には心からおめでとうと言いたい安定感は2.33という防御率にも出ている最終的に15勝で終わったが打線と噛み合ったらもっと勝ち星も増えていただろう脱三振にしても166イニングで219三振というのは素晴らしい数字私なんて200イニング以上投げても 200しか三振を取れなかったんだからカッを洗い今年こうした数字を残したので来年もまた同じような活躍が期待される大谷はまだまだ年齢的にも頑張れるしどんどん能力が高くなっている抑える技術もついてきているからもっと楽にイニングをクリアできるようになっていくと思うオフにしっかりケアして故障なく今年のようにシーズンを通してプレイできれば また良い成績を収められるはずだ。ピッチングはもちろん、打撃面に関しても期待したい。今年は打率が上がってきた。来年はホームラン数を維持しつつ、2割8分に挑戦してほしい。加えて、WBC も注目だ。本人はどう思っているかわからないが、栗山監督は来てほしいだろうし、日の丸を背負って戦う大谷の姿を見たいファンは多いだろう。 球団や本人がどんな判断をするのか。期待して待ちたい。文、構成。ここからネクスト編集部、長島和茂が、すごいと舌を巻いた。大記録達成後の大谷翔平コメント、メジャーリーグ、MLB で初めて、ピッチャーとしても、打者としても、規定回数に到達したエンゼルスの大谷翔平選手は、もうその大記録は忘れて、頭の中では来シーズンのことを考え始めているようだ。 今朝7日2022年10月のモーニングショーで金曜コメンテーターの長島和茂スポーツプロデューサーはそういうところがすごいと舌を巻いたもうほとんど前のことは忘れてしまいました今季で一番印象に残っていることを聞かれた大谷はもうほとんど前のことは忘れてしまいましたチームがプレイオフに進出できず不本意なので来年はそれを目指して頑張りますと 達成したばかりの前人未到の記録よりも来年の目標を語り始めたのだ。長島、超人的な記録を残しながら彼にとっては通過点でしかないということにもうなっちゃってるんだよね。忘れてしまいましたなんて、向上心みたいなことも含めてすごいことだよ。来シーズンは打率3割、ホームラン50本。 投手として二重賞を目指しているのかなと思いました。カラツめメスミレ、バイオリニストは辞書に登録されたのでびっくりしましたという。アメリカの辞書、dictionary.com に、オタニルール、オタニルールというのが新たに加えられたのだ。投手が DH として打順に入った場合、投手交代した後も DH として試合に残ることができるルールと解説されていて、二刀流のための新ルールだが、 メジャーリーグの天才、大谷翔平の名前が由来と正しがきがついている司会の羽鳥リ慎一、野球選手を超えちゃってますね。辞書に載るということは、来年3月の WBC、ワールドベースボールクラシックで、栗山監督から二刀流のオファーがあったら受けるかと聞かれて、大谷は光栄なことなので、もちろんですと答えた。 どこまでも楽しみな選手だね。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろ、